越中大門駅は、富山県伊水市北野にある、愛の風富山鉄道、日本貨物鉄道の駅である。東西に通る路線の南側に、単式ホーム一面一線、北側に島式ホーム一面二線、計二面三線がある、地上駅である。上りホームの中央部に接して駅舎があり、ホーム間は、古線橋で連絡している。島式ホームの北側に側線が一本付設され、 そこから専用線が分岐している。JR 北陸本線時代末期は、富山地域鉄道部が管轄し、JR 西日本金沢メンテックが、駅務を受託する、業務委託駅であった。愛の風と山鉄道への移管後も、業務委託駅の形態は維持されたが、緑の窓口は経営移管に合わせて、営業を終了した。2017年3月の、 新旅客案内システム導入に伴い、小杉駅と共通で、イミズブランドを推進するイメージソング、イミズムズムズを、イミズ市在住の新生サイザー奏者、滝沢拓がアレンジしたものが到着メロディとして、使用開始された。1975年当時の、当駅周辺航空写真、JR 貨物の駅は、専用線発技者扱い貨物の取扱い駅となっている。 側線から分岐する専用線は本線北側に沿って東進電気化学工業富山サービスステーションへ至っている。専用線の終端部分にセメント二役施設が設置されており、この路線は富山サービスステーション向けのセメント輸送で使用されていたが現在定期列車の運行はない。貨物ホームや上や倉庫も減損している。 1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線、一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1970年10月1日現在における、当駅接続の専用線は、以下の通りであった。1983年4月1日現在における、当駅接続の専用線は、以下の通りであった。 2019年度の1日平均乗車人員は1031人である。富山県統計年間、伊水市統計所及び愛の風富山、鉄道発表資料によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。越中大門という駅名であるが、所在地は開業当初から旧大島町である。 大島町よりも、旧大門町の中心地の方が近いためこのような駅名になったのであるが、大島の大戸大門の門を取って、大門としたという説もある。愛の風と山鉄道愛の風と山鉄道線、高岡駅越中大門駅小杉駅。ありがとうございます。